前回のあらすじ。夢見てるとかいうキラキラネームならぬキラキラフルネームをした主人公が、強敵、なんだっけ、北条 M に襲われ、命からがら逃げ延びてきたところまでやりました。それでは引き続き、家に帰るために命を守っていきたいと思います。帰り道へ行く。ルナも家にいるのかな。ここはもしや電脳世界なのでは。チュイン、赤い糸が反応している。また中二病始まりましたよ。この近くにいるのか。探知機ですね、きっと。ああ、アジュータンで見たことあるこの猫。いた。ルナ。おう、急にボイスを入れるんじゃない。あ、こっちはボイスないんですね。あ、お兄ちゃん。出ない。寝起きで声が出ない。あー、猫川です。何してるんだ？ね、コルナの餌を買いに来たんだよ。餌を？だってカリカリはまだ大量にあるだろう。そうだけど、ね、コルナ、もうカリカリは食べなくなっちゃって。病気。だから高い缶詰を買いに来たんだよ。ああ、いい味になれると、安いやつ食わなくなる現象ですね。ち、あまりそいつを甘やかすなよ。あずきが言うことじゃないですけど、主人公キャラブレてません。まあ、もう買っちゃったんなら仕方ない。帰ろう、ルナ。うん。丸いですね。俺は妹のルナ、そしてネコルナとかいう。ネコルナ、誰がつけたんですか、これ。妹がつけたんですか。不気味な猫と一緒に暮らしている。猫に自分の名前つけるってちょっと嫌ですよね。母の残した遺産と夢見の家、そしてそれのおかげでどうにか暮らしていた。俺は高校を卒業したら進学し、ルナが大人になるまで会社勤めをやっていこうと思っている。ああ、そういう。お兄ちゃんかっこいいからホストになればいいのに。兄にホストを勧める妹とか闇深いですね。どこで覚えたのか、ルナはそんなことも言っていた。暗転。だが、夢見の家系にかけられた呪いは、静かに俺たちの日常に忍び寄っていた。なんで今まで忍び寄らなかったんですか？百人に。あ、うるさい。そう、音量の力が足りないと音量をどうにかしようとするその姿勢良くないと思うんですけど、浅はかと思います。いや、うるさ。スタンドはスタンドらしく、影に主人公に寄り添うべきであって、目立つべきではない。そんなのから振られたんじゃないですか。そんなのから振られたんじゃないですか。それでいいんですか。もう幽霊として正しくない。変顔会場はあちらですよ。連れ出してほしい。この音量から連れ出してほしいですよ、こっちは。うるさい。本当に。もう君は悪くない。悪いな、作者。苦しいよ。こっちも音量が大きすぎて苦しいんですけど、やめてくれませんよ、これ。次の日シリーズ、色欲。夢見てるわ、夢見てる。あ、めっちゃうるさかった。あ、もう一回やり直してきたのがバレちゃう。ふふ。八重だ。あれありましたっけ、今まで。今夜は出かけることになりそうだな。着替えてこよう。え、今のシーンめっちゃいらなくないですか？ふう、ふうじゃないが。お兄ちゃん？もう夜なのに出かけるの？
俺、ホストになったんだ。だから行ってくるわ。ああ。まさか、女の人とデート？ちょっと待ってください。ホスト勧めておいて女の人とデートを嫌がるんですか？おかしくないですか？違うって。堂々とそうだと言うべきでは。高校に例が出たから調査に行くんだよ。あ、そうなんですか。え、お兄ちゃんの高校に例が出たの？あ、もし例の見る夢を作り出したら学校の皆が危ないからな。今までなんで作られなかった？怪奇探偵の出番だね。妹のキャラがまだよくわからないですね。ああ、例の見る夢から人々を助けるのは俺の使命だからな。ああ、頭がおかしい。お兄ちゃん、受験前なのに人助けするなんて偉いね。ああ、受験勉強から逃げるための口実ということですか。しょうもないですね。え、それを言うなよ。自信ないんだから。自信がない上に現実逃避。これはダメなやつですね。間違いない。それで、私も一緒に行くんだよね。え、なんで？ああ、ルナがいないと夢の出口がわからなくなるからな。ああ、無駄な設定が多いな。無駄とか言っちゃいけない。悪いけど、一緒に来てくれ。お兄ちゃんも、ようやく私の存在の大きさが分かったみたいだね。うんうん。お兄ちゃんより立派そうな妹ですね。うん、わからないけど。だから、私以外の女の人は必要ないよね。全然そんなことなかった。訂正します。失礼いたしました。ヤンデレか。ね、そうでしょ。お兄ちゃん。ああ。それじゃ、出発だにゃん。猫も連れて行くんですか？でもまあ、一番強そうですよね。このパーティーの中だと。コルナは置いていけよ。いや、絶対強いですよ、この感じ。間違いない。はーい。夢見ルナ。親の名前何でしたっけ？夢見ミミコ。ネーミングセンスのなさが半端ないですよね。かわいそう。キラキラネームも相当かわいそうだけど、キラキラフルネームも相当かわいそう。学校に例の見る夢が現れ、あの女子生徒の例は屋上から飛び降りた。もし生前の記憶を繰り返しているのだとしたら、昔あの高校で飛び降り自殺があったのかもしれない。なかったのにいたら逆にびっくりしますけど。ネットのニュースを探せばヒントがつかめるかもな。探してから来なさい。私もスマホいじりたい。雑。スマホを持ってないのに触りたいんですか？使い方わかるか？犯罪でもやるんですか？うん。なんでわかるの？えへへ、履歴見てみよう。ああ、そういう。スマホ持ってないくせに知識が豊富。おい、真面目に探せよ。お兄ちゃん、これかな？有能。妹有能ですね。どれどれ。2012年9月、飛び降り自殺。女子生徒転落飛び降りか。2012年9月14日。14日午後、灰ヶ原高校に通う北見千夜子さん15歳が屋上から転落死しました。警察は同級生の聞き込みから自殺の可能性もあるとみて調べています。14日17時頃、灰ヶ原高校へ通う北見千夜子さん3日後めっちゃ言いにくいが屋上から転落し、同校の生徒が発見した。病院に搬送されたが、頭蓋骨を損傷しており、死亡が確認された。明るい生徒で写真部に所属していた。いつも数人の男女で放課後に残っていた。転落時に目撃弾がなく、屋上に鍵がかかっていたことから、自殺を図ったとみられ、捜査が続けられています。ほーん。現代に見合わない名前のせいでいじめられてたとかじゃないんですか。思ったより最近だね。結構前ですけどね。知らなかった。北見千夜子さん。言いづらい。木曽あずきくらい言いづらい。木曽あずきってめっちゃ言いづらいですよね。ずっと思ってたんですけど。どうして死んじゃったんだろう。この記事じゃ理由まではわからないな。
北にキヤコ。彼女が学校に現れた霊なのか。だが、彼女が善良な霊なら説得できるはずだ。変顔大会やってたから意外と善良かもしれませんよ。ただし音量調整ができない音量なんで、ちょっとそこはダメですね。許されざるです。説得して成仏させられれば、学校に現れた夢は消えるだろう。でも、悪い例だったらどうするの？悪用するしかないですね。母さんが言っていただろう。人は知りすぎてはならないって。だから証拠隠滅のために俺たちには霊を倒す力はないんだから悪用するしかないよ。妹、無言。学校に着いたぞ。それじゃ、ルナはここで待っててくれ。夜の学校の校庭に一人女の子を残すとか最低ですね、主人公。というか、妹は恐怖心とかないんですかね。ルナが念じてくれれば、赤い糸をたどって夢の外に出られるからな、さっきも聞きました。あ、嬉しそう。全然怖くなさそう。大丈夫ですね、じゃあ。お兄ちゃんには、私の力が必要なんだね。せやな。でも、夢に入ったらお兄ちゃんと話せないね。別にいいじゃないですか。仕方ないだろう。寂しい？いや、特に。別に寂しくはないけど。寂しいんだね、お兄ちゃん。バーサーカーだ。間違いない。クラスはバーサーカー。いや、別に寂しくは。寂しいよね。人の話が聞かない妹。寂しいです。これは強い。ボイスが急に入る。兄ちゃん、これ持っていって。謎の紙コップを入手しました。え？なんだこれ？あれじゃないですか？あの、赤い糸とかいうよくわかんないやつをギュッてやって、もしもーしって。え？さて、なんでしょう？はてなはてなはてな。ゴミ？学校のゴミ箱に捨ててくればいいのか？なんて冷酷な主人公なんだ。違うよ。この妹にしてこの兄あり。コップの底を見てみて。そこ？穴が開いている。この妹、穴開けた紙コップ持ち歩いてたんですか？コップの底に穴？お兄ちゃん、わかった？わかったよ、ルナ。糸電話、だろ。さっき堂々とゴミとか言ったくせに。正解だよ、お兄ちゃん。私とお兄ちゃんの赤い糸が電話になるんだよ。これで夢の中でも話せるね。話す必要性あるのかな？なるほどね。緊急事態に利用するのか。ありがとう、ルナ。お兄ちゃんに褒められちゃった。あんまり可愛いとは思えないな。さて、どうやって入るか。昇降口なら開いてるよ。え、さっき閉まってませんでした。は？もう、そのための太刀。なるほどね。ここ、開いてたっけ？あ、最初から開いてましたよ。記憶力の悪い主人公ですね。え、開いてたよ。ほら、この妹がそう言ってるんだから、そうに違いありません。お兄ちゃん、どうしたの？てんてんてん。いや、なんでもない。はっきりしろ。行ってくるよ。その後、夢見てるを見た者は存在しなかった。まだ屋上にいるんですか？もしかしてそこが変顔大会の会場なんですか？クリックし忘れてました。さて、
一旦ここで区切りましょうかね。